B-45 飛行中の B-45B-45 トーネードとはアメリカ合衆国で第二次世界大戦後に正式採用されたジェット爆撃機である。ドイツ空軍が実用化していたジェット爆撃機に対抗するためにアメリカ陸軍航空軍は重量8万ポンドから20万ポンドまでの範囲の中型爆撃機の実戦化との要求を行った。これに対し ノースアメリカン社の設計案なマイナス -130 が採用され、1944年9月8日から開発が開始されたのが、XB-45 であった。この提案に対して、他社も応募しており、コンベア社の XB-46、ボーイング社の XB-47、マーチン社の XB-48 があった。これらを合わせて、 1945年組と言われる機体でいずれも直線翼であった。この中で最初に採用されたのが B-45 であった。B-45 は後に正式採用された革新的なボーイング車の B-47 爆撃機が登場するまでのショートリリーフになったが、それまでの数年間はアメリカ合衆国の核抑止力の重要な役割を担っていた。 また1959年まで現役であり、爆撃機以外にも標的栄光機や写真偵察機として運用された。前日の1945年組は冷戦に伴いソ連との軍事的緊張が高まっていたため、1946年に早期の実用化が要求されていた。そのうちに、 XB-45 と XB-46 は1946年半ばには完成に近づいていたが、残りの XB-47 と XB-48 は完成まで2年かかるため、全社2機の性能評価が行われ、優秀とされた B-45 が正式採用されることになり、1947年1月2日に生産契約が締結された。 初飛行は1947年3月17日。その後、B-47 が実用化されたため、B-45 の生産は143機で終了した。B-45 はジェット機という最新技術のため、数多くの欠陥に伴うエンジントラブルに苦しめられたが、1950年から始まった朝鮮戦争では、 爆撃機及び偵察機として活躍した。また B-45 は核爆弾を運搬するという核戦略の一翼をも担っていた。また、イギリス軍の国籍マークをつけた機体がキャンベラに交代するまでスカルソープ空軍基地から秘密裏にソ連に対する情報活動を行っていた。B-45、ありがとうございます。